はい、こんにちは、村田氏です。さあ、というわけでね、いよいよ試合前日になってきたということで、早速ね、朝練習やっていきたいと思います。もうね、さすがに前日ということなんで、もう世界からも来てます。韓国と中国とか、アジアね、アジアの方からも来ておりますね。バリからも来てるけど、カジャールのお父さん、東京行ったら東京の方が暑いとか言ってました。マジで？やっぱ暑さが違うんでしょうね。そうっすね。ムシムシするのかな、こっちの方が。すごいね、もう景色は。あの女、3.0 になってますね、ドライバー。俺、本当だ。あの人見たことないんだよな。まあね、今からね、ちょっとね、このカーボンのラットリッパー、最近全然乗ってなかったんですけど、まあ、デッキパッチがね、前の西井さんのやつ借りてたやつね、流れてしまったんで、これね、僕の新しく発売したニューモデル貼っていきたいと思います。このグラデーションをね、僕お気に入りなんですよ。見て。はい、これね。しかも右と左のグラデーションが違うやつがあるらしいですね。そうなんですよ。はい、この56がこの黒か、56が見える方向かっていうのあるし、この真ん中だけグラデーションっていうのもあるんですよ。ツーピースになっております。今回すごいよね、いろんなのがあってね。そうですね。まあ、これ貼ってちょっとね、やっていきたいと思います。まあ、ラットリップはね、最近乗ってなかったんですけど、まあでもどうしてもね、やっぱりね、試合波絶対上がらない感じなんで、まあ、こちらのね、ラットリッパー乗って乗っていこうと思います。え、やっぱ上がらないですか？上がるっていう話だったけど、ちょっとオン吹いとるけど上がってないですよね。いや、上がる気配なくない？いや、明日だけ上がるって書いてあるけどね。風がビンビン吹いて雨降って、それは期待できそうだけど雨降る。まあだからどっちみちビチビチだよ。まあそんな感じでね、ちょっと着替えて朝練習やっていきたいと思います。はい、準備します。まあカーボンはね、サップドライバーとかサブドライバー、ラットリッパー持ってて、もう全部が全部ね、調子いいんですけど、まあ、もちろんカーボンの中にもね、モデルがあってね、波によって変えていくんですけども、多分ラットリッパーはね、多分どんな波でもいけるよ。一番万能じゃない？だってまあ簡単に言うとさ、短すぎないじゃん。そうなんです。で、長すぎないから、はい、案外これでかい時もちっちゃい時も使っとるよ。まあちょっとリッターがね、多めなんですけど、27.3 リッターあります。普通より1リッター近く多いもん。はい、で、2.56 でね、そんな感じなんですけど、まあでもオールラウンドに行けるんで、いい感じのボードかなと思います。まあもう選手ね、えげつないぐらい来てるんで、まあちょっと波のね、ポジション見ながらやっていこうかと思います。デッキパッチ剥がれてずっと寝かしとったけどね、はい、発酵してまた良くなっとるのか、違うの乗って焦るのか、はい、ちょっと試してみてくださいよ。じゃあそんな感じでやってきます。はい、行きましょう。スカイちゃんのね、弟さんでオーシャンくんです。あ、スカイちゃんだ、これスーパースターですよ。 X ゲームの優勝者ですからね、半端ない。だってさ、スケート CT クラス、サーフィン CT クラス行った人なんか絶対いないもんね。はい、で QSM トップ行けたらすごい話だよね。過去にいるのかな、そういう人。おはようございます。こんな感じね、もう波はね、どう、若干高さが出たって言っていいのかな。グダッとなって余計乗れない。オンシェア吹いて上がるっていう予想がなんか上がらずに風だけ食らっちゃってっていう感じですね。で、陸はね、久々に涼しいです。ずっと熱帯っていうか、もう35度オーバーぐらいだったんですけど、今日は逆に涼しいですね。ウェット着てる率が高いです。ほぼちょっとビキニの人とかね、男子のね、海パンもいないですね。ちょっと寒そうです。あ、行きましたと、どっかでヒット、あ、ヒットできるか。まあとりあえずですよね。まあみんな乗れてないので、これいけるのかな。あった、あ、いいんじゃないですか。あ、3発入ってますね。この波でこれいいんじゃないですかね。今のその波で今のは良かったと思いますけどね。あ、いったな。これ誰だ。タイチ。あ、タイチ君ね。この数ですからね、この割合でここにいたらね、ほんでしかもこの波質で乗るのも難しいですね。あ、行きました。張ってこい。ここでアクションできるのかな。うわー、もうセクションないもんな。ここでヒット。でもやっぱラッドリッパー走りますね、こういう波でも。あ、行きましたよ。お、張ってくるか。あー、て、あー、張ってきて、これで、あ、このライディングでね、前に出れば多分この波だったらね、4、5点出そうですよね。5点ぐらいもらえるのかな。2回ヒットしたら多分出そうです。
まあ多分2回ぐらいヒットしてこんなねと5点出さんとね、うん、スケールになんないですもんね。そうそう、あ行くかな、ちょっと待って、これはちょっと他の波より高さあるけど、あ行けないんだ、この天気だって前に出ろと言われる。お疲れ様です。え結構乗れとったんじゃないですか。マジですか。結構サーフボード久々にね、これラットリップ乗ったんですけど、自分的にもいい感じに乗れてよかったです。軽いところに出てくからね。そう、やっぱり浮力がねあるんで、そのターンに関してはこうもしかすると呪いかもしれないんですけど、こう走るから、あの日本一乗ると言ってもおかしくない田中大輝プロが、はい、すごいめちゃめちゃ速いし走っとるなって言っとって、でもやっぱり田中大輝プロ一番決めとったよ。いない乗るっすね。乗る、素晴らしい。どうやってあのいい波見つけるんかなってカメラ撮りながら他の人と喋っとったぐらい、うん、いい波乗るね。そうですね、マジでいい波乗ってました、はい。まあ、もう他にもね、もうやっぱ日本中から、宮崎から沖縄からすごいところからいろんなねトップ選手来てるんで、ですけど、まあ、午後になるとねもっとトップ選手増えてくると思うんで、まあ、楽しみかなと思います。まあぜひね、皆さん明日多分天気悪いかなとか思うんやけど、ぜひね、応援来るっていうメッセージめちゃめちゃ来てるんですけど、ぜひね、来てください。明日から多分朝一から始まって何人目 ?8 だからすぐ始まるよ、午前中に。多分一番から始まっちゃうみたいだから、始まりそうな雰囲気だからね、はい。あとスカイブラウン選手いました。マジでかっこよかった。なんか息子さん、あの弟さん、オーシャンさん、はい、2人ともスターでね、ちょっと僕見入っちゃいましたね。そうですね、まだ動画出てもらえたら、そう、最高ですね。そんな感じで朝のセッションは終了でございます。お疲れ様でした。お疲れ様。はい、お疲れ様です。お疲れ様。さあ今ね、チェックインして、今から午後のセッションをやっていきたいと思います。もうやっぱりね、計3000ということで、めちゃくちゃ大掛かりなあれですね、大会となってますね。すごいよ、イベントも盛りだくさんだしね、外国の方もいっぱいいるし、はい、なんかもう会場はちょっと雰囲気がいつもと違うよね。あとマイクっていうかカメラも多いじゃん。そうっすね、メディアも多いっすね。そう、なんか密着されとる選手もいるし、いろいろすごいっすよ、これは。楽しいっすね。もう明日からGOでしょ。もうチェックインも僕も済まして、はめてますよね。はめてます。駐車場もなんか向こうらしいですね。そうだね、まあ多分ね、観客の方も見に来れる試合やと思いますし、まあ、コロナもね落ち着いて見に来れると思うので、ぜひ皆さんもね来てみてください。まあ、やっぱりね、日本の波はね小波が当たり前なんですけども、まあ、それのためにね、こう西井さんがね用意してくれたボードとかもあるんで、まあ、それに頼ってやっていきたいと思います。え、この板何？これラットリッパーっす。あ、またラットリッパー。あの、サップドライバー直ってきたけど持ってこなかったんですね。ちょっとね、朝の感じやってみたら、最近2ヶ月ぐらいずっとさ、サップドライバーがサブドライバーって、うん、なんかその日本よりここの波はなんかこれフィットしたかなって調子良かったんです。比べてみんでいいですか、はい、取り替えたりしてもいいような気がするけどね。まあ悩まずにここは行こうかなと。あ、なるほど。ちょっとこれね、雰囲気映してみましょう。これこういう感じで、もうなんかちょっと車も満タンですごいで、旗もすごくて、ちょっとね、力なんていうのか、お金かかってますね、簡単に言うと。まあ結構でかい試合ですからね。そうです、3000ですからね。はい、まあこれはぜひね、ちょっと気合い入れてね。今日朝は一応さ、右真ん中左もやったけど、朝一番左は行ってないって割れとったけど、もう今ないですね。で、明日の朝はいっぺん左やった方がいいですよ。そうですね、もうシャバシャバ系なんで、多分明日も絶対期待できんような波やと思うんですけど、まあちょっとね、前、2個前ぐらいの動画でね、小波で立った瞬間に腕を上げるやつあったじゃないですか、はい、あれ結構ね、皆さん、参考にしてもらっとると思うんですけど、あれのね、続きというか、シャバシャバの波こそスピードつけるコツですか、はい、両手上げたまんま、その両手上げたまんまの体勢で終わる方が多いと思うんですよ。あ、なるほど。そう、両手上げたら閉じるんでしょ。ジャンプと一緒で、こうやって、もう両手上げて下がるんですよ。そんな感じかな。もう交互でこう、上下の体をこうバネみたいにやるんですよね。うわ、セットがこれ乗ったらいいですね。うわ、なんか来とるな、はい、急にちょっと波来てますね。まあそんな感じで、もうめちゃくちゃ選手も集まってるということでね、しっかりいい波。ちょっとここと左と両方行きましょう、はい。夕方も波はこんな感じで、うねりはねちょっと見れるんですけど、ちょっとだらっとしてアクションしづらい波ですね。
もう海外からもたくさん選手が来てね、もうとにかく雰囲気は、あ、誰かいいライディングしてます。ああやって止まってね、急に板ひっくり返し見とるとびっくりしますね。明日試合なのに今日壊すとちょっとまずいです。え、いきなり、おー、手前でもう2本目乗ってますよ。あ、またこっからパドル取ります。これちょっとセットですよ。やっぱここちょっとライトの方が良さそうだな。早い。カーブして軽いな、やっぱりセットでも。天使選手ライト方面、ライトの方が今日やっぱりアクションできてるかな。スポッター選手、ああ行ってます。あーっと最後転んじゃった。天使選手、ライハ選手、南かな。まあそうそうたるメンバーですよね。当たり前ですけどね。おっとパドル入りましたよ。これいけるのかな。いや行きました。セクションあるかな。あーヒットできない。あ、乗りましたね。ワンタンしてヒットできるかな。あ、ここでヒット。あ、よかったんじゃないですか今のは。あ、みのりさん行きました。たまにちょっとそうなんだ。あ、乗りました。カーブして、あ、ヒットできない。あ、行きますねこれ。あ、ライト方面張って、あ、張ってきた。あっと一発、まあ一発でもね。今ね隣にね渡辺寛プロいるんですけど、おっとかな、やっぱりうまいな。あっ、ここでもゆっくり行ってる。お、いきました。ヒットできるか。あー、ダメだな、なんかしっかり決めれてない。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、というわけでね、本日、試合前日前セッション終えたんですけども、まあやっぱりね、人が選手だらけということでね、いつも以上にこう乗るのが難しかったんですけど、まあでもいい練習できましたね。はい、渡辺寛プロいて、コーチングしてましたけど、はい、選手でもあり、結構いいって褒めてましたけど、僕が見とったのは、なんかちょっとヒットなくね、流し気味に走ってるに見えて、ああこれはちょっと流しちゃってダメみたいなこと言っとったら、いや、あれでいいんだよって、あのこの波だったらとりあえず4点持って、あの6点狙わなくていいって、勝てるから下手にそういうのを狙うから待っちゃう。でどん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  3,4 点を積んでいけば勝てるって、すごくいいこと。俺も僕もうわヒットがないからこれは4点出ないみたいなこと言っとったら、いや、いいんだって、あれで、あの波を考えてね、うん、そうしたら上がれる。でいつもまあマーさんもこの間言ってたけど、いいのを行こうとしすぎるから、まあ変なの言ったらダメだけど、もうとりあえず4点5点で十分、6点狙わなくていいって、いいこと言ってました。さすがですよね。コーチングやってるだけありますね。そうですよ、素晴らしいなと思いました。渡辺寛プロはね、試合にも出るみたいなんですけど、もう昔というか4年前ぐらいは何回かコーチングしてもらったもんね。そうですね、今は宮崎でね、もう超有名コーチになってます。そう、素晴らしいみたいですよ。そう、で妹とかマナとか、あと宮崎勢とかもコーチングしてるみたいで、 そうですね、コーチング兼選手で来てるみたいで、はい、そんな感じでぜひね、皆さんライブ配信でもチェックよろしくします。見てほしいですね。まあとにかく全国世界中から人いますから、明日が試合引いて何時でしたっけ。6時コールで6時半スタートするから、うん、8ヒート目だからさ、まあ自分のヒートはね2時間20分後ぐらいなんで、結構早くやるよ9時ぐらいに、うん、まあだから9時前とか、そう8時半ぐらいにやっちゃおうか。結構早い。8時半過ぎとか9時前にヒート始まるので、ぜひ皆さんね WSL のライブから、応援よろしくします。まあ今日は帰ってね、ちゃっと寝て、そう明日早起き、もうめっちゃ4時に起きて5時に入って、5時からやって1時間しか調整できないので、まあ結構ね試合楽しみなんですよね。あ、そうなの、いいじゃん。メンタルじゃあちょっと楽。いや、ボクシング始めてね、メンタルちょっと強くなったかもしれない。いや関係あるんですか。当たり前やろ。
そう前に強そうな人ってさ、まあ怖いけどね、まあ、ちょっと この人怖いとか思っとったら勝てんじゃないですか。まあボクシングと柔術できるからヒートの人間みんなしばけばいいってことですか。そういうことじゃないですよね。まあそんな発言言ったのは大人やから僕は知らんすよ。うわそうやってはめるまあだけどさ勇気はつくじゃん。いや本当に勇気つくし、なんかなんてやろ、こうビビらんくなるっすね。そうですよね、なんかいいことあるっすね。やっぱあとトレーニングもなるし強くもなるし、最近ねストーリーとかでも出してるんですけど、 YouTube ではね特にボクシングの動画とか出してないんですけど、まあぜひなんかボクシングとかでも出していきますかこれから。もういいと思いますよ。多分サーファーの方格闘技好きなんですよね。いや好きだよ。別にさボクシングはボクシングやっとる人じゃなくても見るから。いやサーフィンはサーフィンやっとる人が見るけど、この間那須川天心選手がね千葉来た時とかもう全然格闘技興味ない人でもワーワーなるやん。そうだからサーファーもそうなったらスターですよね。サーフィンやらん人がサーフィン見るようになったら勝ちだけど、まだまだやっぱりサーフィンやる人しか見ないからね。それは無理ですよね。だからボクシングそうですぐらいじゃないですか。格闘技、朝倉未来選手の試合も誰も格闘技やってないけど見とるからね。7月30ね、試合やるんでね、朝倉未来選手、もうそれめちゃくちゃ楽しみです。そうですね。もういくら払っても言いますよ。うわぁ、言うね。言いますね。怖いっすよ。大人に見ようぜって言ってはめて。いや、俺も見ない。見ない。俺 TikTok で言うもん、せこい。切り抜き？いや、それで言うもん。まあまあ。好きにしてくださいまあそんな感じでね、ボクシングもなんか何目指しとるんかとか、コメントね、あんまいらんコメント聞けるんですけど、トレーニングもなるしさ。いや、トレーニングだと思えばいいじゃん。どう考えても無駄な時間じゃないんですよね。そりゃそう。はい、まあ、まあ、ランニングも大事だけど、トレーニングより楽しいし、トレーニングより根性つくから、まあ、俺いいと思うんだよね。この試合終わったらダブルでやっていきますか。そうですね。スタミナつけながら。そう。でも真面目にボクシングさ、強くなろうと思ったらやっぱりランニングとかは絶対必要だからね。絶対ね、3ラウンド持たんすもん。で気づいたでしょ。いや気づいたな。もう今何ラウンド、2ラウンドでヒーヒーなるでしょ。いや2分のスパーリングとかで、普通試合3分やん、うん、2分のスパーリングとかでも2、3回やるともうえぐいっすもん。もうなんか気持ち悪くなってくる。でもあの避け方見ると結構動きがでかいから余計疲れそうだよね。そうなんですよね。だから最小限の動きでいかなあかんでしょ。はい、そこ難しいですよね。まあちょっとね、サーフィンの話はそれましたけど、そうですね、まあ、ぜひね、ぜひというか、回す、何ヶ月ぶりやろ、1ヶ月半ぐらいの試合がね、行われるし、JPSA じゃなくて QS3000 ということでね、もう世界的な規模の試合なので、ぜひ皆さん、ライブ配信で応援よろしくします。現地にも来れるんでね、明日僕の日と9時前なんで、ぜひよろしくします。というわけで、本日はご視聴ありがとうございました。